すみません。今話題の新作小説をもう読まれましたか？所以这边呢，他用这个敬语来问这一个受访者。他说：“不好意思，すみません，请问一下，今现在話題の新作小説，这一个具有话题性的新作品的这个小说，もう読まれましたか？把原本的もう読みましたか变成敬语的状态，読まれましたか？你看过了吗？你读过了吗？请问一下，你已经读过目前最具话题性的新品小说了吗？请汉字教师念过一遍。すみません。今、話題の新作小説をもう読まれましたか？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 すみません。今話題の新作小説をもう読まれましたか？すみません。今話題の新作小説をもう読まれましたか？好，B 回答。はい、とても感動しました。是的，非常的，とても非常的感動しました。非常的感动，有的很撼动人心。请汉字教师念过一遍。はい、とても感動しました。はい。とても感動しました。はい、とても感動しました。はい、とても感動しました。好，接下来请看第四个例题。先方は9時ごろホテルに到着されます。好，这边的到着されます是敬语，把原本的到着します变成敬语，到着されます，到达、抵达的意思。先方は表示对方。9時ごろ九点左右ホテルに饭店到着されます，到达。对方会在九点左右抵达饭店，请汉字教师念过一遍。先方は9時ごろホテルに到着されます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 。好，接下来我们看到的这一个第五个例题是在 駅で，在车站的一个场景。我们看 A 说：“すみません、広島行きの新幹線は何番線ですか？”すみません、不好意思，広島行き是这一个广岛的新干线。南万线ですか？南万线是这个几号月台呢？请问一下，开往广岛的新干线是在几号月台呢？请汉字教师念过一遍。すみません。広島行きの新幹線は何番線ですか？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 好，B 回答。12番線ですよ。12番線、12号月台。请汉字教师念过一遍。12番線ですよ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 。好，A 回答。ありがとうございます。谢谢你呢。请汉字教师念过一遍。ありがとうございます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 。好，B 回答。次の出発まであと5分ですから、急がれた方がいいですよ。次の出発まで到这一个下一班要出发的时间，あと5分ですから还有5分钟，急がれた方がいいですよ。所以这边的急ぐ就是快一点，那么改成了敬语急がれた，所以你要快一点会比较好哦，因为离下一班车出发只剩下5分钟。动作快一点会比较好哦，请汉字教师念过一遍。次の出発まであと5分ですから、
急がれ。